はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ダウンタウン熱血時代劇、前回の続きからやっていこうと思います。とりあえず越中を目指せっていうところでしたね。そうだ、ヤゴロウのドスを手に入れたんだ。で、剣術スペシャルの使い方がわからんっていうところで終わったから、とりあえずちょっと説明書を見よう。これ説明書を見ると必殺技のやり方が一通り載ってるんで、必殺技、うん、こんな感じですね。必殺技自体は結構いっぱいあるんですよね。全然覚えてないけど。で、ここだ、刀技。刀技の、あった剣術スペシャル、ちょっと上画面に移しましょうか。これ、剣術スペシャル抜刀中下下下下かよ、そりゃ分からんよ。普通ね、5台使ってた時棒持って振れば棒術スペシャルが出たのに。じゃ、剣を取り出して下下、あー、これね、よし。あんまり使いすぎると気力が減っちゃうんで、まあちょっと雑魚的で試し切りをしますか。中吉郎一家、剣を取り出して、で、ここな、ただ段差があるからやりづらいんだよ。おら、つえー、あ、つえつえつえ、マジつえ。ちょっと乗っちゃったけど今。これはあれだな、追い打ちも今できたっぽいから、剣を取り出して、おら、倒れてる敵に、お、当たる当たる、めっちゃつえ。これちょっとボス戦では刀活躍してこ。旋風脚、旋風脚超使いづらい普通にマハキックが一番使いやすいな。棒術スペシャルは多分でも超使いやすそう、強いし何より。あとは気力の問題だ。まあ雑魚的にはちょっと使えないな、もったいなくて。お、レベル上がった、早い。マハキック2もでも10ダメージ当たるようになったから、だいぶ敵倒すの早くなった気がするな。こいつ11当たるし、よし。で、あとはお前で最後と。ってことはこれ気力の使い方がやっぱり重要だな、刀の。てか、ヤゴロウのドスが手に入るんだったら刀とか買わなくてよくねまあ元々買ってないけど、お金の無駄になるとこだったよ。あー、駿河に戻ってきた、ようやく。いやー、大変だったな。まあ、日本中を旅してるからな、こいつら。山賊来たー。ほら、金だよ、金。お前は金さえ出してればいいんだ。はやー、倒した、倒した。いいねー。一ターン目で倒せればでかいけど。あれ、ちょっとしぶとい。来た、一条。お前はもう、お呼びではない。やっぱりまとめてだよな。ほら、スクリュー弱えな本当に1って、スクリューそのものが弱いのか。ちょっとスクリューは見送りだな、買うのは。まあ、マハキックいて、マハキックだけでやっていけると言えばやっていけるからな。扇風脚もな、ちょっと使いづらいっていうのがあるからな。これを一発しか出せないんですよね。昔の時代劇とかって、ファミコン版なんか 2発3発連続で出せたような気がするんだけど。よーし。とりあえず文蔵一家の家に戻りますか。あのお地蔵さんも懐かしいな。旅の祈願を祈ってきましたよね。まあ、ここら辺はいいでしょ。何言ってんだっけ、ちょっと見てみよう。あ、マッハスイング、マッハフミフミ、尺八好きとかか、いらない。こいつ、おわ、張り手が出てきた。張り手ちょっといらないな、外そう。パンチが弱いからな、そもそも。ここは駿河ですよ。うん。お姉ちゃんは案内役ですね、やっぱり。中吉郎一家の子分たちだ。文蔵大丈夫か？中吉郎一家に攻められてるぞ。おことさん、
お久しぶり。国政さん、お帰りなさい。今日はどうしましょうか。仲間をね、外しに来たんだよ。さらば与の吉、さらば重吉で子分を連れていく。おお、こいつらがいる。森本と高峰がいる。強い。こいつら体力200だけど、250、240。でもステータスそんな強くねえな。パンチとかに至っては重吉の方が強いし、まあ、与之助は全体的に弱いから。矢五郎、え、五代弱くね。キックが40だけで、他何にもないんだけど、武器も弱いし、なんでだよ。五代なんでこんな不遇な扱いを受けているんだ。ちょっと森本は強いから入れてきたい。森本を連れていくと。でな、五代もな、入れたいっちゃ入れたいんだよな。連れてこう、五代を。なんで五代こんな弱えんだよ。あれ、おことさんから重吉に変わった。バイトしてるよ、バイト重吉。立ち仕事のバイト。いてぇ。いいや、こいつらはシカトしよう。やっぱり山賊だな、山賊。敵は出ない。森本。ちょ、森本の必殺技とかを見よう。なさそう。ないよな、やっぱり。剣術スペシャル。ドス抜いてくれんの？だって。ちょっと作戦を立てよう。特にないよな、武器。武器使うってだって、どういうこと？刀を抜くわけじゃないよな、多分。そこら辺に落っこってる武器を使うってことでしょ？まあちょっと一回この設定でやってみますか。抜刀してほしいよ。矢五郎はそれしかないんだから、河内。てか、エッチュってどうやって行くんだ？とりあえず河内に出て、お、なんだ！もう一度貴様の力を試したい。いざ勝負！いきなり出てきたな。おら、おら、おら、刀を抜くぜ。お、抜いた！矢五郎！行け！俺らの剣術スペシャルスペシャルで、つえ、マジつえ、剣術スペシャル。ガードされるとちょっとあれだけど。うおー、つえ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 、マジ半端ねえ。うぐ。あ、刀を置いてった。忍び刀を手に入れた。やった。でもな、多分、矢五郎のドスの方が強いと思う。やはり、お主は敵ではなかったか。曇りのない一撃、見事であった。我らは切り捨てられた忍びの一族。もはや希望の光は消え失せた。復讐のためだけに生きてきたが、それも果たせずに終わるようだ。奴らを信じるのではなかった。お主にはすまぬことをした。奴らって誰だ？黒幕か。最後に名を教えてはくれぬか。4人いるよ、4人。国政だ。そうか、国政殿か。お主も笑うがよい。この間抜けな一族と、その長のことを。何、笑う、笑わないって。ま、これはちょっと普通に考えて笑わないでしょ。笑えねえな。なぜ、なぜなのだ。あんたらの気持ちがわかるからだ。国政殿、泣かせることを言ってくれる。国王に何がわかるんだよ。お主のような男ともっと早くに出会いたかったものだ。共になれたかもしれぬ。あら、共にね。漢字がないからちょっとね、わからないこれ。今からなっても構わねえが。国政殿、伊勢の森に秘密の通路があり、そこから我が里へ行ける。あ、本当？気が向いたら訪ねてくだされ。その時は家族として迎えよう。その時までさらばだ。結局お前友達が欲しかっただけじゃん。俺が友達になってやるよ。うどん。あー、ちょっと一回止まろう。気力を使いすぎた。そう、止まるのもね、600円するからな。これ微妙だな。刀も。まあ、矢五郎はただこれ刀を取り出してくれるけど、結局刀を使うと気力を使うんで、今は武器はいらないと。これでいこう。とりあえずは越中だな。伊勢の森はちょっと後で行ってみましょう。ちょっとね、道がいまいち覚えてないんで。鉄砲か。伊勢の森に立ち寄りすると多分越中がわからなくなる。人間ドリル、人間ヘリ、人間魚雷、自分魚雷。ちょっと、
いいかな。あ、そうだ、ヤゴロのドスをちょっと桜吹雪みたいなのに変えてみよう。刃物、あ、忍び刀か、弱っ。33じゃん、半分しかないよ、ヤゴロのドスの。しかもヤゴロのドスだと剣術スペシャルの攻撃力が上がるから全然こっちの方がいいな。ここのよろず屋は何が売ってんだっけ。あ、普通のあれか。天女の着物欲しいな、これ。とりあえず1万円貯めるか。熱血ふんどしって買ったよね、前回。あ、熱血鉢巻きか。そうすると2000円貯めよう。次の目標は熱血鉢巻き。これでな。ちょっと武器も扱っていくことが分かったから。虎像一家。越中こっちだっけ。おー、越中着いた。何もねえな。こっち行けねえし。行き止まりだ。滝の裏とか行けないな。岩が起こってきてんだけど。あれ、行けない。なんだ下か。そうするとあれ、下も行けないな。てかマップこれだけ。越中、そんなアホな。え、全然わかんないんだけど。中吉郎一家。まあいいや、こいつらはしかと。扇風機扇風機が出ないんだけど。あれ、稲葉に出てきたな。ちょっと地図を見よう。今稲葉だろ。越中だいぶ遠いな。マジでわからん。どっかちょっと行ってないところとか。わかんねえ。マジマップの構造が全然わかんないからな。こいつはちょっと話そう。ここは稲葉です。下に行けるな。虎像一家の子分たち。あれ、ここ行ったっけ。行ってないっぽいな。こういう海辺はあんまり見たことない。うまくヒットすると、旋風脚強いな。倒れてる敵には全然当たんねえな。ってことはやっぱり、マハキック2だよな。まあ、少しお金も貯めないといけないから、2000円までは。ほら。熱血の鉢巻きみたいなの買ってないよね。おう、立ってる敵だと旋風脚いいかもな。で、追い打ちをマハキック2でいこう。おらおらおら。当てるのが難しい、旋風脚。そして大体持たれる。おーら、でも旋風脚も2ヒットしないとな。マッハキックの方が強いからな。使いどころが難しいな。あいつ武器持ちに行ったのか。てかヤゴロウが通常状態が弱すぎる。梅三郎もな、体力が高いだけだな、こう見ると。うん、古文基本的にまだ強い古文いないっすね。あ、越中だ。よしよしよし。来たよ、越中。これなんか下に流されそう。あ、流れてった。え、流れてったら金もらえなくね。てか味方も流れてったんだけど、どういうこと。え、こっち行ける。あ、行けるな。あれ、越後出ちゃったよ。あ、山賊だ、山賊。え、ちょっと待って、山賊流されるのは勘弁。ちょっとこっちで戦おうぜ、こっちで。やばいやばいやばい、流れてったよ、流れてったよ。あれ、この滝の裏とかは？ないな。ここにはいないってことは、下に落ちろってことか。さあ、ここはどうだ？ここもなんか似たようなとこだな。ちょっとここ流されちゃうから、多分。ほら、下に流されてってるよ。右側は行けない。滝の裏。滝の裏とか絶対なんかありそうなんだけどな。行けない。これね、意外にね、上下のマップが狭いんすよ。左は行けるな。おお！なんか怪しい。怪しい薬屋に入ろう。飲み薬。富山の薬。気力150回復。いいね。しかも結構安い。これ買おう。1個買っとこう。
で、よろずや、あ、なんかいる。兵七か？ん？おや？国政さんじゃありませんか？どうかなさいましたか？合言葉だよ、合言葉。なになに？合言葉がわからず、京介が船に乗せてくれないと。それは失礼しました。では、こちらにお耳を。合言葉は？なんだよ、わかんねえよ、結局。これで船にも乗れるでしょう。それと、文蔵親分ですが、各地の親分さんたちのもとを訪ね歩いているようですね。あ、そうなの？何をしているのかは分かりかねますが、心配する必要はなさそうです。では私はこれで。お互い気をつけてまいりましょう。合言葉なんだよ結局。ここは隠れた場所なんだが、結構旅の人が来るんだよね。あ、そうなの？カッパのわらじ、水流の影響を受けなくなる。一応買っとくか。お、高い高い高い、ちょっと待って。え、1000円。一応買っとくか。でもなんか水流の影響とかめんどくさそうだからな。あんた滝に流されなかったのか？そりゃ大したもんだ。いや、一個流されたよ。団子を取ったのはわしじゃないわい、もぐもぐ。すげえ、ほんとどうでも。あ、こっち行けねえ。あ、行けたと思ったら謎の店だ。ギンギン X と、これ変わんねえな。お、スライムキラーだって。なにこれ、高え割には弱えぞ。またこれちょっと意味がわからないんだよな。なんか特殊効果とかがあるんだったら記載してほしいんだよね。オーラパンチ、すげえ。早乙女の技だよね、オーラパンチ。爆弾パンチ、これ姿の技。カラス天狗の旅、さらに二段ジャンプかの2000円。うわ、欲しい。バネ50アップ、滝登りのわらじ。おー、ここはちょっと謎の店っぽい品揃えをしてるな。覚えとこう。二段ジャンプか。でもな、ジャンプしねえからな。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。今持ってもらったんですよね。ってことは、まあ、また戻るのか。あ、滝登れれば多分、早く越後に出れたな、これ。下から行かないといけないから、そうすると。どう回っていくか。山賊一味だ。こいつら倒そう。金ないし。金稼ぎだ、金稼ぎ。よしよしよし、早い早い。最初の一体は早く倒せんな。ちょっと体力少ないのかな、あいつ。ほら。ガード押してくる。生意気な、くらえ。扇風機や。しかもこれなんか、水しぶきで若干画面が見づらい。このマカピックになるのと扇風脚になる違いがわからん。おお、今のはいいコンボだった気がする。マッハキックをやって最後に扇風脚で大ダメージ。おら、金金金、俺は金が欲しいんだ。とにかく扇風脚は移動しながら打つとちょっとね、当てづらいな今回。くらえ、扇風脚。ここはもう一番下だから流されないか。 OK、 とりあえずいくら ?1400 円になった。熱血の鉢巻きだな。熱血鉢巻き装備してないもんね、だって。装備してないな。そもそも鉢巻きを装備してないっぽい。ここから左に行って、ちょっとめんどくさいな。山賊以外は無視しよう。あ、来た、山賊。早速。ほら。金横3回レベルアップしたぜ。よしよしよし。今スキル玉2つあんのか。こいつらを倒したらちょっとスキル玉を使いますか。スキル玉な。ステータスの上げ幅が小さいからな。レベル2とかになるといっぱい上がったりするのかな。結局なんだかんだでこれが一番やりやすい。マッハキックでただひたすら蹴る。で、時々ジャイアントスイングが出るみたいな。あ、ここででも、おお、こういうところだと扇風脚が使えるな。
段差。ほら、ヒットポイントいくらくらいあるんだろこいつら。100以上あるよな確実に。いって200くらいあるのかな。まあ山賊一味とかは全然強くなる気配がないから、それはそれで楽だよな。でこっちの左側から、うわ埋まっちゃったよ。梅三郎なんかいいの装備してるな、着物みたいなのなんであいつら同じ動きするんだ。でこっちか、こっからでずっと右に行けばいいわけだな。しかとしかと急げ越後へ。ここで流されると全てが終わる。よーし越後に戻ってきた。早く佐渡島へ。こいつは日本全国に展開してるな。あれ蝦夷だ。山賊一味だったけど、あ山賊一味だ。ちょっとこいつは倒していきます。おららら、よしよしよし。あれ越後どっから行くんだっけ。下とか行けたっけ。ここ繋がってないとか言ったら超ショックだぞ。行ってー、さけんなこの野郎、いてー歯向かいやがって。金を巻き上げすぎたかこいつだから、怒りが頂点に達した毎回毎回金を奪ってんじゃねえよって。ちょっとヤゴロどうなんだろうな。梅三郎もな、格段に強くなった感じはしないな子分たちが。まあ、そもそも鶴松が強いっていう感じがしないからな、そこが問題なんだよね今。あそういやスキル玉使うって言って使ってなかった。ちょっと覚えとかないとすぐ忘れちゃう。俺の脳みそも鶏だからな。よーし、じゃあ使いましょう。スキルツリーでまず経験2倍だよ。経験2倍が欲しい。武器と武器投げだって3しかアップしないよ。3しか。キックが2アップ2だよ2。あーこれ多分2だなまた。あーでも100はいくんだ。さっき99だったけどキック101になってますね。よしよしよし、まだ上限じゃないな。そうするとあここだ、ここいけそうやっぱり。右側か。船に乗せてくれー。事情があって今は船が出せないのです。いや俺はもう合言葉を知っている、てん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 だけど。ん、あなたはさあ合言葉をどうぞ。てん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 、レイ。何ほう、お、レイ砲かこいつらレイ砲のやつなの。ではこちらへどうぞ。誰だ、元ネタがわかんない。これからは合言葉を言わなくても自由に船に乗ることができます。ただ船にいる連中は国政さんを敵として見ています。どうぞお気をつけてください。船で戦うの、え、どっから船乗んの、ここ。船で佐渡へ向かいますか。あ、向かう。乗る、乗らない。では行きましょう。敵がいるみたいだけどね。あ、いる。逃げ場はないぜ、覚悟しな。うん、それはお前らだ。くらえでけえなこの船。なんかもっとちっこい船かと思ったら、なんか船を漕いでいくみたいなイメージがあったけど、佐渡には触れちゃいけねえかさすがに。こいつで終わりか。そうするとお前らおとなしくしてろ船の端っこで。この船は俺たちがいただく。あれどうした。ああ、イベントが始まったのか。何にもなしかい。こんにちはこういう会話いらないと思うんだけどな。こんにちは。マジこいつらこれしか言えない。あ、ちょっと待って、こっちは街を見たい。街を、虎像一家ここにも出没するのかよ。どうやって船に乗ってきたんだよ。
合言葉ないと いけねえし、何にもねえやこの町。そして町の人はこんにちはしか言わない手抜きだな、というところで、じゃあちょっと佐渡に着いたところなので、今回はこれで終了して、次回、佐渡をやっていきたいと思います。